こんにちは、こなすちゃんです。いつもありがとうございます。今日の動画は向こう市、京都市のお隣の向こう市にある旧上田住宅の動画になります。そちらでいろいろとお話を伺うことができました。向こう市は長岡京の長岡宮があったところです。そして今ね、ここは向こう神社になります。これからあの向こう神社を見ていきたいと思います。今日の動画は旧上田家住宅の動画です。よろしくお願いいたします。ここね、史跡長岡宮跡代理外郭築地っていうのがあるんですけど、今これね、模型になってるんだけど、長岡京は延暦3年784年から13年794年までの10年間、桓武天皇が営んだ都、日本の首都です。この地域は桓武天皇と皇后、そしてこれに仕える人たちが住まいした内裏という現在の御所、皇居に相当する建物がありました。この内裏には防御のため内側に内郭築地回廊、外側に外郭築地という20の遮蔽施設が設置されました。この場所から発掘調査により、内裏の南側を区画する外郭築地が発見されました。外郭築地は中心に幅が約 2.1 メートルの土壁に屋根瓦を乗せ、両側に犬走りという空き地と雨落ち溝を設けたもので、全体幅は約8メートルにもなるものです。高さは不明ですが、縁起式など、資料によると高さが4メートルの都の中でも最大級の築地であったようです。ここではこの内裏外郭築地の一部を復元しました。ということで、これが復元された外郭、内裏外郭築地の一部っていうことですね。ここが史跡長岡宮跡、こんな感じなんですけど、それでここがね、旧上田家住宅っていうのがあって、こちらに今からちょっと行ってきたいと思います。これね、こんな感じなんですよ。すごいね、これもね。割とね、みんなね、知らないよね。京都のさ、ここもね、京都市じゃないけど、京都市の隣なんですけど、これね、旧上田家住宅は桓武天皇が住まわれた代理の回廊跡に建ってますってことなんですね。この家は1913年にここから東へ190メートルほど行ったところに建てましたが、戦時中朝鮮半島や中国への輸送力強化のために作られた弾丸鉄道計画にかかり、1942年にここに移築しました。ああ、なるほどね。それでは行ってきたいと思います。こちらね、あの今日は、はい、旧暦の、はい、旧暦の朝陽の節句、朝陽の節句、はい、で、あの菊を飾ってたり、はい、あと菊酒の振る舞い、あ、そうなんですか、はいはい、で、あの長寿を願って、うん、あの白髪頭のお雛さんとかも飾ってます、はい、
白髪頭のお雛様、そういうのがあるんです。そうなんですね、はい、で、あと向こう市の市政が50周年ということで、はい、向こう市にゆかりのある方の作家さんの、はい、あの絵を展示しておりまして、はい、岡島さんという方なんですけど、はいはい、の作品が今日から始まってます。そうなんですか、はい、はい、じゃあタイミングよく来たってこと、私タイミングで一番いい、あ、嬉しい、はい、で、まずあの、はい、長岡京の歴史なんですけれど、はいはい、これ地図なんで、これ1200年前の都の姿なんですけど、はいはい、こっちが南です、あの、はい、天子南面するというふうに言いますので、はいはい、ここ男山で、で今いるのがここになります、はい、でここは、うん、あの代理といって、はい、今でいうその皇居ですね、うん、天皇陛下が住んでたところになります、うん、はい、で、その近くになんですけど、うん、阪急の西向こうの駅前に長道院、はいはい、でその北側に大極殿とありまして、はいはい、あの長岡京の聖地の中心となる施設は全て向こう市にありました、はいはい、であと、東西の市場は長岡京市にありまして、はいはい、経済の中心地は長岡京、経済の中心地は長岡京なんですね、はい、はい、であとこの場所を桓武天皇が都として選ばれたのは、はい、まあ、水の弁外へと、水の弁外、はい、はい、で、三川合流、桂川、宇治川、木津川でそれが合流して淀川になる、淀川、はい、で、大山崎町に山崎の津といってその、港があったんです、はいはい、だから水運の交通の要衝は大山崎、大山崎にあるんですね、はい、はいはい、水運はね、そうですね、はい、であと、まあ、都の広がりたち東西 4.3、はい、南北 5.3 とかで、はいはい、東の方は京都市の、まあ、南区とか、うんうんうん、あと伏見の方とかに、はい、あのまたがってる大きな都で、はい、あの平城京、そっちまであったんだ、じゃあ、そう、平城京、平安京とほぼ同じぐらいの大きさの、はいはい、はい、都が1200年前ここにあったと、うんうん、はいはい、いうことでございます、はいはい、すごいですよね、大きいですね、そしたらね、大きいです、はい、そうなんです、で、あの10年間として短かったんですけど本格的な都づくりがここでなされたと、はいはい、こういうふうに言われてます、はいはい、で、まあ、なぜ桓武天皇の場所っていうか、うん、遷都したかっていうことなんですけど、はいはい、その平城京の世の中が結構政治が乱れてしまって、はい、で、まあ、政治を一新したいということで、はい、あの、遷都したいと、うん、でこの場所は水の面が非常にいい、はい、ということでここを選ばれたという経緯を持っています。あ、そうなんですね、はいはい、でここはあの国の史跡で、あの大理跡なんですけど、はい、長岡京の代理というのは実は3つございまして、うん、はい、で今いるのはここなんですけど、はい、今いるのはここね、はい、第2次代理、第2次代理、はい、で第1次代理はこの長道院大黒殿挟んで、はい、西側にある、はい、今の紅葉小学校の校庭の、そうなんです、あの向こう神社の方？あ、向こう神社、そうです、そうです、 そっちの方なんですね、はい、向こう神社のところに最初4年半ここに住まわれてて、はい、で、まあ、将来引退することも想定して、はい、ここに引っ越しをする、はいはい、で3番目の代理はここの地図にはないんですけど、はい、日本電産の本社があるところ、はいはいはい、で、下に、はい、眠ってます遺跡が、はいはい、で1年間住まわれてて、はい、でその間にここの代理とかを解体して、うんうんうん、平安京に、ああなるほどね、はいはい、で当時はリユースをしてまして、はい、瓦とか柱とかを再利用する、はい、再利用ね、はい、そういう都づくりをしました、はいはい、この旧家だけ住宅にご説明していただきます、はいはいはい、ちょっとこちらの看板の方、はい、うん、大丈夫ですね、雨ね、はい、ありがとうございます、はい、で、この建物は、はい、112年前の建物です、112年前の建物、はい、はいはい、で、周奥と、離れと外蔵の3つの構成になってます、はいはい、で元あった場所はここから190メートル東の JR 東海道線の近くにありました、うんうん、はい、で、国、まあ、戦時中なんですけど、うん、国の政策で東京から下関に弾丸列車を通すと、うん、はい、東京から下関に、はい、兵隊さんとか、いろんな物資を運ぶ、はいはいはい、時を通したいということで、はい、で
その場所に当たってしまったものですから、ということで竹やぶやったんですけど、はいはい、ここに移転してきたということなんですね。はいはい、で、中国と外風呂は移転してきたもので、はい、で、離れは新しく増築したと、あ、そうなんですね、はい、いうことになっております。はいはい、で、国の、登録有形文化財ということで、はいはい、代々農家をしているお家で、はい、まあ、良好な状態で保存されているということで、はいはいはい、国の、登録有形文化財になったということなんです。国の史跡と登録有形文化財があるというちょっとユニークな場所となっています。あ、本当ですよね。はいはい、2つの文化財がございます。なるほど。で、はい、ここ農家住宅分布して、まあ、こういう、これはこれは、ね、貯蔵庫なんですけど、貯蔵庫、はい、ここにさつまいもとかを、はいはいはい、保管保存しているというのが、やっぱ農家住宅の独特の作りとなっています。なるほど、そうなんだ。はい、はい、じゃあちょっと中、はい、中すみません、はい、お願いします。はい、はい、ここは、ね、白くなる、ちょっと色があります。はい、水が枯れた出るの？あ、さっき出たんですけど。もう出ない。今ちょっとタイミング、ここ水、呼び水を入れたら動くんですけど、うん、はい。ああ、そうなんだ、はい。ちょっと水が出ないんだ。今足りないってこと？少ないのかな？ナスがあってからちょっとね、水が水位が下がってしまったんだと思うんですけど。うん、はい、ああ。すいません。ちょっと、いえ、大丈夫です。はい。はい、で、ここ上見ていただいたら、上、あ、ここ高いですね。そうなんです。今でいうロフトみたいな感じなんですけど、ああ、そうなんですね。ここに柱をかけて、はい。で、藁とか家財道具を、ああ、上にね、保管する、はい、ああ、倉庫みたいな感じですか？そうです、そうです。人が住むというよりは、まあ、倉庫ですね。倉庫になってるんですね。はい。はい、で、明かり取りで、ま、町屋であるような虫小窓と呼ばれるやつですけど、明かり取りのね、はい、はい、がございます。はい。あ、これだね、これが初めて見た、初めて見たんですけど、桃とセリナ、うん、桃とセリナ、はい、で白髪なんですよ。で、髭も白髪で、はい、でこれはその、まあ、3月は子供の、そうですよね、うん、で、腸の節句は大人 の、 その健康と長寿を願う、うんうん、ものだったらしいです。それでこういうお雛様が昔からそういうことあったのかな。あ、はい、あったようですね。あ、はい、そうなんだ、初めて見ました、はい、こんな白髪のお雛様、はい、すごいですね、はい、あ、向こうにもたくさんありますね、はい、向こう奥になります。はい、この襖絵なんです。襖絵、はいはい、でこれちょっと今開けてしまって分かりにくいんですけど、これ、はい、阪急の西向こうの駅前にある調度院公園の、調度院公園ありましたね、はい、始まるアンティークもらいましたか、はい、で、要するに200年前に再現したもので、はい、まあ、東西に楼閣があるんですよ、はい、で、ちょっと2枚目の、襖の奥の方が大黒殿、はい、で、左手の、はい、奥の山は愛宕、はい、山、愛宕山、はい、はい、で、当時は日の出とともに今鐘が鳴って、はい、お役人が出資して、はい、午前中だけ仕事して、はい、帰るというような日常だったようです。はい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 、でここはまあ国会議事堂みたいな役割で、いろんな政治の物事が決められていたということでした。はいはい、で、はい、平面的に見ると、はい、見るとこういうものになってまして、はい、はい、東西に楼閣があって、中には8つの建物がありました。はいはいはい、で、これは、うん、当時大阪城の近くに浪速の宮という、浪速の宮、はい、はい、ありますよね、はい、ご存知ですね、うん、はい、平城宮の副都心ですけど、はいはい、それを移転してきたものです、はい、瓦とか柱 の、 その大体7割ぐらいは、うん、その浪速の宮のものをリユースして使ったという経緯がございます、はいはい、でそういう桓武天皇のまあ方針として、まあ、行政改革をしようと、うんうんうん、でもう副都心をやめて都を一つにして、うん、でスリムにしていこうというような考えがあったようで、はい、こういう建物が建てられてたということになっております。はいはい、じゃあ中野さん、はい、中身、はい、はい、こんにちは。すごい、はい、
そのひな人形、ひな人形で、これは向こう市の文化資料館というところがあるんですけど、はい、ここからお借りして、はい、あの飾っております、はい、で今あの、はい、朝陽の節句で、はい、あの菊酒、これ食用菊、あ、食用菊で、よろしかったら今、あ、はい、ありがとうございます。はい、あとに今いただきます。そうですね、じゃあ今、はい、はい、じゃあせっかくなので、あの、あ、はい、嬉しいな、YouTube で上げていただける、はい、ああ、そうなんですか、はい、よろしくお願いします。はい、はい、これね、はい。皆さんで作っていただきましたのでね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあいただきます。この初めて聞くの、花びらね、はい、で花びらはこれ食用菊ですので、うん、全部召し上がってじゃあこのまま全部お酒と一緒に、はい、あの菊の花もいただくんで、はいはい、じゃあちょっといただきます。大吟醸でいいお酒、いいお酒、大吟醸のお酒なので大吟醸のすごいすごいすごい、皆さん奮発しました。なんか初めてこの菊の花なんかねすごいですね、うん、ちょうどいい時期に来ましたね私、はい、本当に ね、 ね、絵も飾ってますし、ね、すごいですね、よかった、タイミングよかった。 YouTube に来ていただいて嬉しいです、はい、じゃあ、はい、あとね、これはね、はい、その菊の上にバターを置いてるんですけど、はい、これは生の菊ですよね、うん、これ生の菊にバターを置いてる、バターを置いて、はい、で中国の風習で、はい、今夜露とか朝露つきますよね、はい、でそれを体につけたらあの長寿の、というような言い伝えがあったり、はいはいはい、それを模して今、はい、ここに飾っている、そうなんです、有効ですね、はい、植えるのはもういっぱいなんですよね、はい、奥となるとね、はい、ありがとうございます。はい、はい、中の方に、はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあこちら中の方ですね。はい。はい、こちらが塩となります。はい。はい、で、このお部屋が上だけで一番、はい、でこっちが南側に面してます。南側に面して、はい。はい、で、まああの雪見障子のようにそのここに座ったら外を眺められるように、はい、薄いガラスが本当だ、あの、されてます。あの古いガラスなんで波打ってます。波打ってますよ。対象ガラスですよね。はい。いいですね、これもね。はい、このお部屋だけはあの浅木壁といって、はい、青い壁になってます。そうなんです。さっきからね、はい、ここなんで青いんだろうと思って、ね、はい、見てたんですよ。まあ、ここが一番いいお部屋やから、まあ、特別感を出すためにこの色にしてます。他の部屋は樹落壁でクリーム色の。クリーム色ですよね。ね、こっちの壁はね。はい、そうです、珍しいですよね、はい、本当にね、はい。この色はね。ピラショイン作りの男の間。はい、まして、ちょっと幾何学模様の、はい、まあ、明かり取りが、まあ、ちょっと工夫を、はい、石を凝らしたものになります、うんうんうん、で、真ん中に違い柄があって、はい、で、そちらはちょっと前にお願いします、はいはい、ここはあの仏壇を収納する、あー、そうなんだ、はい、はい、で、隠してるんですね、そうですね、仏壇 ね、 ね、珍しいですよね、はい、なんか普通はなんか外にある感じするんですけど、はい、外にっていうか、はい、ドアがない、ね、ドアがないイメージなんだけど、はいはい、でね、ここあの離れの時今日あの、はい、貸し部屋になってしまってるんですけど、はい、階段も隠し階段になってまして、あ、隠し階段もあるんだ、階段見えないようになってます、はい、はいはいはい、はい、で、あとこあのこの飾ってある絵なんですけど、これは桓武天皇の肖像画となります。はい、桓武天皇の肖像画。はい。で、原画は、うん、比叡山延暦寺にありまして、はい、それを複写させていただきました。で、鎌倉時代に描かれた絵で、はい、桓武天皇は当時中国の唐の時代ですけど、唐、うんうん、への憧れがあったので、はい、その、中国風にあの描かれてます。うんうんうん、で、まあ、古文書によると、まあ、非常に桓武天皇は男前 で、はい、男前 で、 でかつあの鷹狩りが好きな、まあ、スポーツマンやったみたいです。あ、なるほどね。で、お妃が、はい、まあ、50人ぐらいいまして、50人もいたの、お妃さん、すごいですね。そうで、ここ代理地区になるんですけど、はい、その代理 の、 その高級後ろ宮というところに、はい、そのお妃の、お家がたくさんあったと、はい、
でそのお家のその発掘をしてみると、はいはい、どうもその平安京の代理と同じあの代理がここにありましたので、あ、ね、はい、まあ、京都1200年の歴史の原点がこの、はい、向こう市の長岡京の都で、あの、なるほどね、ということが言えるかなと思います。はい、すごいですね、なんかね、はい、で、このちょっと襖絵、はい、襖絵、はい、あー、襖絵ね、はい、わーすごい、今いるところがここですね、まあ、この辺ですね、ここ、あー、そうなんだ、ここは大理ですね、はいはい、で、浄土院に大極殿、はい、で、この辺に、はい、阪急の西向駅、西向駅ですね、ということ、本当に中心だったんですね、ここが、はい、都の中心地だった向こう市、はい、で、桓武天、まあ、10年間と、はい、都の期間が短かったんですけど、その理由は何だっていうことなんですけど、はい、うんうんうん、まあ、高校生の教科書にも書いてあるんですけど、はい、たたりと、そう、たたりって書いてる、そうなんです、書いてあるんです、うん、で、当時はそういうことは信じられたんですけど、はい、桓武天皇の弟で佐原親王という人が書いたんですけど、はい、で、その人が桓武天皇の重要な向こうで藤原種継という人が、はい、藤原種継、はい、で、それが暗殺されたんですね、はい、で、それに関わったやろうという疑いをかけられて、はい、で、あの徳仁寺に幽閉されて、はい、で、もう淡路島に島流しやと、淡路島に島流しなんですね、はい、で、はい、ただ佐原親王俺はやってないという、うん、それは俺は無実だと、で、断食をされて、はい、で、その淡路島に行く途中、大阪の森口市あたりなんですけど、はい、そのあたりでお亡くなられた、はい、いうことがあったんです、はい、で、その後に、うん、あの桓武天皇の奥さんが亡くなって、はい、で、次のお母さんも亡くなって、はい、で、あと次はあの水害がありました、水害、はい、で、あの水の便がいいからこの場所を選んだんですけど、はいはい、逆にこの桂川とか、うん、都のど真ん中を小畑川が突っ切ったんですけど、はい、それがこれが今これが小畑川ですね、小畑川なんです、これ小畑川ね、で、今はこっちの方に流れてるんですけど、はい、当時はこっち東の方に、はいはい、流れてたね、流れてまして、はい、で、そこが氾濫しました、はい、この10年間の都の間に2キロほどあったと、はい、で、その惨状を目にして、はい、あの桓武天皇が、うん、まあ、ここか、あと、まあ、遷都決断されたという記録が残ってるんですけど、うん、占い師に、はい、あの陰陽師に、陰陽師にね、ね、占わせたら、佐原親王のたたりだと、あ、で、当時はそういうことを本当に信じてましたから、うんうんうん、で、もうこの場所はもう諦めて、うん、平安京の方に移転しようと、うん、いうことになったということになってます、たたりっていうことですね。そうですね、はい、っていうことだったという。はい。はい、で、ここはあの寝室で使われてたようで、はい、で、家の作りとしては、はい、あのこういうあのここに向こうの縁側に出られるようになってます。あ、ちょっといいですか、出ても。はい。はい、で、お手洗いが、お、段差になってますね。段差になってるんですね。そうなんです。でも下が透けて見えるような。下ね、これね、すごい。大丈夫です。あの、そこ見えませんから。透けて見える、すごい。はい、そうです、はい。で、あ、ここに出るんですね。で、夜もお手洗いして、ここ、まあ、当時こう天井の中、はいはい、吊るして、チュッチュッチュッとってやわらかい、はいはい、というような感じで使う。はいはい。でもこの、あれですね、さっきのこの廊下すごいですね。はい、なんでこれだけなんだろう。なんか、この隙間が。そうですよね、ちょっと怖いですよね。怖いです、怖いです、この隙間怖い。はい、下見えるんだもんね。そうなんです。下が見える。はいはい、すごいな。どういう意味なんだろう、なんかね。で、はい、そちらの部屋は茶の間になる。あ、茶の間になるんですね。これはあの表層ガラスといって、まあ、表層ガラス。表層ガラス。表層ガラス。へえ、珍しいですね。これも古いんでしょうね。そうですね。はい。はい、で、こちらを開けていただいて。で、
先ほどね、はい、普段は、はい、でここにまあ火鉢を置いて、はい、まあここでお休みされつつ、あで、そうなんですね、誰が来たかなって言ったら、ここへ、ああそこが見えるんです、見えるようになってるんですね、誰それ来たと、はい、あなるほどね、こういう感じでね、はい、はい、オレンジという、はいはい、まあ時代劇みたいな感じですね、はい、時代劇ですよね、なんかね、はい、こちらはあの、柱時計、ゼンマイ式の、はい、あゼンマイ式の柱時計、はい、昭和初期の古い時計 で、 そうなんです、ねはい、修理をしてあの、はい、使えるようにして、今も動いてるってことですか、動いてます、はい、そうですね、地方もあのなります、なります、はい、すごい、はい、はい、こんな音ですね、はい、はい、あとこれ、ね、とちょっと赤い印がね、はい、ポツポツとあるんですけど、ありますね、この赤い印なんでしょうか、はい、でこれは、うん、ここ国の史跡なんですけど、はい、代理を守るために、はい、あの追字回廊と追字回廊、はい、はい、いうものがありました、はい、ちょっとね、赤い印はちょっと外の方にあるんですけど、じゃあはい、はい、じゃあ外行きますか、あ、外行ってみますか、はい、100年以上前の、100年以上の前の奥戸さん、はい、あの黒い黒光りした耐火レンガを使っています、耐火レンガっていうんですね、この黒いのはね、はいはい、で、あの市民の方に使っていただけるように、はい、あのこういう煙突は火傷したようにやり直して、あ、はいはいはい、あのここもレンタルで、はい、借りることが可能です、ああそうなんですね、はい、で6口窯がありまして、はい、で、あ、本当だ、普段は小さい釜で、はい、あの米を炊いたり煮炊きをする、はいはい、でこういう大きな釜がありまして、はいはい、でこれはあの醤油とか味噌とか、うん、そういうのを作るのにあの使ってたようです、なるほどね、はい、すごいですね、6個あるんだね、そうですね、でこういう C 型になってまして、はい、まあ、ここで火の番は強いかな、ね、あー本当だ、はい、全部一個一個ね、はい、すごいな、はいはい、で上田さんあの旧持ち主の方、あ、はい、旧持ち主の方なんですね、はいはい、ここあの、お家を寄付していただいて、はいはい、土地は向こう社が買い取って、はい、ああそうなんですね、はいはいはい、じゃあちょっと外の方に、はい、足元に、はい、あ、雨がやっぱりあれですね、雨がちょっと、あ、これですね、さっきのね、はいはい、材料を守るための追字回廊っていうのが、追字回廊、はい、はい、ここ土塀があって、はい、で両方に朱塗りの柱があって、はい、瓦屋根がついてる、はい、で、この幅が10メートル以上ある、うん、ものすごい大きな、はい、で、はい、でこのグレーのところは雨落ち水といって、まあ、当然問いがないので、はい、そこにあの雨が流れている、はいはい、深さ1メートルぐらいあるんですけど、うん、で、台の大きさはこの159メートル四方なんですけど、はい、そこをぐるっとこの追字回廊が取り囲んだと、でさらにこの二重の防御をするために、はい、外側にはあ廊下がない追字塀、追字塀、はい、がぐるっと取り囲んでいたと、でここ旧上田家を出て、はい、あの西側に、まあ、飛び箱みたいな、はい、ありました、ありました、うん、で本当あれに屋根、瓦屋根がつくんですけど、でなるほどなるほど、あれがぐるっとこの、はい、台の周囲を、守ってたというようなことになっています。でもそれぐらい守らなきゃいけないぐらい何かだったんでしょうかね。いやね、もうそうで、ここにはあの紫神殿という、ここが一番立派な建物で、はい、あの京都御所にもありますけど、はい、まあ、こういう日和田武器の建物、はい、日和田武器、はいはい、でここに桓武天皇がお出ましになって、はい、で高級貴族が集まって、はい、で当時の政治は代理で行われていたようなので、はいはいはい、そこで政治が行われていた、うんうん、でこの高級、この後ろの宮っていうところで、はい、あの天皇のプライベート空間、はいはい、あと奥様の館が建つ、はいはいはい、いうことになっております、はい、であと代理のいろんな出土してるんですけど、はい、これコザネというんですけど、コザネ、コザネって読むの、これを、はい、そうなんです、コザネって読むんですね、はい、で、こういう天皇家に代々伝わる武具甲冑があるんですけど、天皇家に代々伝わる武具甲冑、はい、その天皇というのは軍事のトップですから、はい、で、軍事を司ってますので、はい、でこういう武具甲冑がどうもこの
奈良時代ぐらいから伝わってるものがあるんです、うんうんうん、でそういうあの春光殿というものがあるんですけど、はいはい、でその武具甲冑の部品ですね、はいはい、それが見つかってます。ああなるほどね。これ鉄製のものなんですけど、鉄製のね、はい、で同じものが奈良の正倉院にもあって、うんはいはい、でそれは国宝として使われてますので、はいはいまあ、国宝級のものが、うん、もうこの付近でここの付近でも出てる見つかってるってことね、はい、ということでございます。はい、なるほどね。へえ、はい、はい、じゃあ中の方に入りましょう。はいはい、はい、あこっちはなんか蔵ですか。そう、ここ内蔵で、あ、はい、古いお札があるんですけど、古いお札、あ、本当だ、金銀倉庫と、金銀、え、はい、もうなんかいろんな財産ここにあの保管しておるということで、はい、でこういうものもあるんですけど、はい、あら、隠し金庫、隠し金庫まであったんだ、はい、そうなんです。もうさっきの上田さんの掃除の隠し金庫、そうはい、相当お金を持っておられたのかなと。そうですよね、はい、こんだけあの隠し金庫がここにあるってことは、はい、そうなんです、はい、すごいですね。でそこの扉も、扉、はい、はい、あの、厳重な扉になってまして、はい、もう鍵もなんか複雑な鍵になってますし、で外側は、お、外側は土塀になってます。あ、土塀になってるんだ、はい、まあ、あの火事になってもちょっとまあ、もちろんだ、あこれ厚さあるもんね、ここ ね、 ね、はい、ここのね厚みが、そうですね、へえ、はい、でここ2階建てなんですけど、はい、であの市民の方にマーケットとして、はい、吹き抜けに、はい、吹き抜けになってますよね、はい、してます。あ、もともとは2階だったんだね。あ、そうです、はいはい、で今あこんな感じの、はい、はいはいはい、ありがとうございます。こちらはね、まあ、あ、そうですよね。うん、貸し出し。お得に古墳群って言って、はい、すごい多いってことですよね。多いんですよ。で、なんで多いんやって。なんで多いんですか。まあね、簡単に言うと人が住みやすい場所だったと。え、人が住みやすい場所。はい。ここが。ここが。はい。で水がよう出てくるし、はい。ということやと、ま、多分水の便が良かったやと思いますけど。ああ、はい、なるほど。宝石が、あ、はい、古墳があるっていうのは、はい、そういう人の暮らしやすさがあったと、はい、はい、いうふうには言われてます。へえ、そうなんだ。古い古墳でしたら、はい、卑弥呼の時代。卑弥呼の時代の古墳、はいはい、古墳、あの西暦350年以降ですね。西暦350年以降の古墳がある、はい、そういう古墳がここに使ってまして、はい、お得に地区の王様が、はい、古墳として使っ作って、で当時の大和政権とまあつながりがあったんじゃないかというふうにある言われてます。これはあの大発見の講師というやつで、はい、いろんな向こう師の史跡を詳しく載せたものがありますので、はい、もしお荷物がなかったらこれ、大丈夫です、はいはい、じゃあいただいて、はい、じゃあこれでちょっとまたいろいろと見てみますね、はい、すごいですね。でもね、そうなんです、古墳もあれば、はい、なんか長岡京、長岡京の首都もあるし、首都もあるし、はい、ね、はい、でこういう有形登録文化財、そうですよね、はい、ああびっくりしました、はい、すごいです。いや違います、京都市です。あ、京都市ですか、はい、はい、はい、まあ、京都市には負けますけど、ね、いやいやいや、ね、すごいですね、はい、じゃあこのなんかこのあれですね、古墳なんかもちょっと、ね、そうですね、見ていきたい。どこがおすすめですか、一番で、ね、一番行きやすいのはその向こう神社、向こう神社の隣に元稲荷古墳というのが、元稲荷古墳というのが、はい、はい、あの隣にありますから、はい、ここから、はい、行きやすいです。行きやすいですか、はいはい、じゃあちょっと行ってみようかな。で、ちょっとこれ、はい、なんかつくのかな、つくのかな今いるのが、今いるのが、ここですね、はい、そこですね、はい、で、また阪急をちょっと越えて、越えて西側の方に、はい、まあ、向こう神社があって、はいはい、その隣に元稲荷古墳っていうのが、元稲荷古墳、はい、あります、はい、で、まあ二代目のお得に地方でのその王様がのが埋葬されてるんじゃないかと。二代目の、はい、
一代目はね、一代目は五日原古墳という、これが一番古い古墳なんですけど、はあはあはあ、そこに乙国地方の一代目の王様が埋葬されてて、二、はい、代目は元稲荷古墳、はいはい、で、これ渡来人ですかね、渡来人との関係は、それ ね、 それはねちょっとねわからないですけど、でこう、まあ、畑氏とか有力な、うんうん、方がおらしたので、うん、なんか佐賀のと、佐賀地方、このだとそうですよね、京都のね、京都のこの西側、西側には畑氏って、渡来の渡来人っていうことありますけど、技術者集団がここ来て、うん、でその長岡京を選ばれた、都を選ばれたのは、その渡来人のその、はい、を頼ってきたんじゃないかと、あその技術も持ってますし、技術持ってるからね、資産もありますし、うんうん、でその財力を頼って、うんうん、ここに来たら、うんうん、で桓武天皇のお母さんは渡来家なんですよ、桓武天皇のお母さんは渡来家、大和の新笠って言うんですけど、大和の新笠、大和の新笠、はい、うん、で渡来家のお母さんというふうに言われてまして、はい、徴用されたんじゃないかなと、その渡来家で、畑氏を頼ってここ来たんじゃないかというふうにも言われてます。だからまだでもここも畑氏のところでははっきりまだ、あ一応影響力はここは畑氏の影響力があったって、そうですね、はい、なるほど、はい、はい、ということなので、はい、まあちょっとここから15分もあれば、はい、向こう神社とか、はい、神社元稲荷古墳は行きますので、はい、わかりました、はい、じゃあ行ってみたいと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんなすっちゃんだらこんなすっちゃん